ただいまより休憩となります。再開の23時とともにライブの開演となります。ライブ準備のため画面を見ないようバックグラウンド再生への切り替えをお願いいたします。開演5分前になりましたら画面内にお戻りいただけますとちょっぴり嬉しいです。それでは後ほどお会いいたしましょう。
本日はエクランジュシアセカンドアニバーサリーライブタイムウィズユーにご来場いただき誠にありがとうございます。開演に先立ちまして皆様にお願い事がございます。開演中の大暴れはご家族、隣人にご迷惑のかからない範囲でお楽しみください。録音、画面録画、写真撮影は大好物です。ハッシュタグをつけて後で見せてね。皆様の心からの盛り上げ、弾幕などでの声援が私たちのパワーになります。ご協力お願いいたします。まもなく開演いたします。エクランジュシアと共に過ごすこの一日が幸せな歌で彩られますよう願いを込めて。タイムウィズユー、あなたと共に。その光が差し込んだら始まり、ミルク注いだコーヒーがゆらゆらと飲み干せば、そこに小鳥の獅子羽ばたいて窓をすり抜けた。ご機嫌な空歌いながら消えた。耳すますまでもないわ。追いかけにさ靴の音が響けば、幸せな朝ほらねカラフルになる。だから今日も七色に踊る。音符たち閉じ込めた靴履いて本当に探して迷い込んだ公園、夢に出てきた風呂を消えたブラウゴの向こう側、雲一つない空が弾けたの。
七色の朝でした。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ被った今。はい、みんなおはよう。おはよう。おはよう。というわけでエカランジシアセカンドアニバーサリーライブタイムウィズユー始まりました。スタートでーす。おはよう。おはよう。よいしょよいしょ。どうしようかな、これボードいるかな。あ、なくてもいいかもしれないね。いいか、じゃあなしでもいいかな、うん、皆様たくさんのね弾幕を本当にありがとうございました。ありがとうございました。すごい朝、朝でしたね。いい朝。ちょっと歌っている時にみんなの可愛い名前が見えてちょっとニコニコしてた。ごめん、あのルカちゃんそんな素敵なこと言ってるけど、私こう目開けてさ歌始まった時に、あ、チミ毛量。チミ毛量が、チミ毛量なんて思いながら歌っておりました。1曲目、1曲目からね爽やかに始まりました。私たちの生み出したチミ毛量たちがたくさんのね、素敵な、はい、素敵な弾幕ありがとう。ありがとうございます。それからね、ブライダルシャワー皆さんのギフト、ゆきとむかがいただきま す。ありがとう。ありがとう。拍手も本当にありがとうございました。来てくださった方もありがとうございます。ありがとうございます。こんゆるか、こんゆるか。言いそびれちゃった。はいはい、このライブ、うん、とっても緊張してて、最初声がちょっとねドキドキしてるんです。ドキドキしてるんですよ。とっても本当に、ね、伝わってるかもしれないんだけど、うん、でもみんながいてくれるから、でも絶対ね、うん、そう絶対素敵なものにしたいから、うん、みんなと一緒に、なのであの最後までぜひ聴いていてくれたらとても嬉しいなと思っております。思ってます。でははい。すごい、ちょっと緊張しちゃうね、本当に緊張しちゃうね、もうね、次も歌っていきたいと思います。思います。じゃあお着替えかな、うん、お着替えしましょうか。はい、じゃあいきますよ。せーの、せーの、はい、歌います。歌います。Yeah, yeah, yeah. スタート。やっとこそ幕開けだ、ほら寄ってたかってお手を拝借。スタートラインに立った今、そうそうとそうとゾーで登場。ここは遊び心で満ちよう、アイテムサークルなのララララララ。一人でも多くの間抜けがいるなら、正すことから始めましょう。幸せな時間はどれだけ過ごせるかは、ビビたるものでも愛に気づけるか、さあ試されよう。バッバッバ、晴れた街にチャチャチャ、雨の心一人じゃないとしてできるように、僕は探すんだ。 Yeah Yeah, yeah.さと一対一、そうがぜんま元気よ手を拝借。スタート合図は鳴りやまな、モークノートボントノーはちょうど、ここは時すでに戦の場、あえて名をつけるなら何が腹。一人でも船出方がなくなら、なで方ブームでいいでしょう。忘れたくないな、もういかに増やせるかな、ビビたるものでも愛に気づけぬなら、スタートに戻ろう。パッパッパ、晴れた街にチャッチャッチャッ、雨の心一人じゃないとして、してくれるあなたを僕は探すんだ。
I can, you can, we can って耳にタコができるほど聞いた I love you の言葉だってどこから信じればいいの箱に荷物を詰めただけ気持ちが明るくなったような悲しみもしまうべきところにしまうべきだ幸せと燃える貴重な時間をどれだけ過ごせるかはいつでもスタートでようパッパッパ晴れた街にパッパッパ晴れた笑顔一人じゃないとしてできるように明日も歌うんだ Yeah 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 でした。ありがとうございました。はい、いっぱい見てくれてありがとう。ありがとう、たくさん。たくさん、ありがとう。ありがとうございます。弾幕、本当にたくさんの弾幕。ちょっと来てくださった方にね、ちょっとまとめてのご挨拶になってしまいますが、うん、ご挨拶したいと思います。来てくださった皆様。はい、ありがとう、来てくれてありがとうございます。カウンユルカーありがとう、ありがとう、たくさんパチパチもありがとう。え、すごい、ちょっとさ、何、ちょっとパチパチ読んでもいい？うん、ケンケンパ、ケンケンしげきしげきさん、カレさん、水、新月午前さん、モーセー生産者さん、ゆうなぎの花子さん、洗濯物干し長いけど君、まつげ古代美術館館長さん、さみだれれんげきょうさん、第3コーナー口とても小さいさん、めいやちゃん、ちゃみさん、え、ちょさん、スーパーノバスパムサンドイッチさん、ちなみに歯ごたえありさん、ジップロックシンフォニーさん、そろそろ難民さん、キーさん、健康体ドッセイさん、エターナルディスティニーアライブさん、うまい、早い、3本立てさん、拍手ありがとう、すごい、ありがとう、すごい、たくさんいてくれてる。18人と思えない文字の量だった。すごい、あのなんだろう、あの会場を沸かせるような拍手の音が聞こえてきた、うん、バチャ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 ってありがとう。さすがに48人ぐらいの量あった、うん、名前もね、うん、名前も、名前が名前が、主に名前がなんかさ、こうみんなすっごいさ長い名前にさ挟まれて、え、チョさんがさすごい細くなってるのが見えるね、ちっちゃいの、ちっちゃいちょっとしてる狭い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 ってしてるのが見える。自己満足得でしたねちょっと嬉しくて読んじゃった。名前も嬉しいし、たくさんね聞いてくれてることがもう本当に嬉しいです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、この曲元気が出るね。ね、始まったね。始まった。始まりましたよ。みんな始まりました。エクランジュシアの2周年に向けた、2周年がね、12日0時に2周年のお誕生日なんですが、はい、2周年に向けたスタートを今切ったところでございます。ええ、まだまだ ね、まだまだ飛ばしていきますからね。飛ばしていきましょう。うん。途中でお腹が鳴っちゃいそうなぐらい、あの全力で歌うので、うん、皆様も今日は全力で楽しんでいってくれたら嬉しいです。楽しんでてね、元気にね。うわー、よし、うわ ー元気にいこう。え、ちょ、うわ、戸惑いながらも盛り上げてくれてありがとう次のね曲も元気いっぱいなので、皆様、うん、頑張ってね、よかったらよろしくお願いいたします。お願いします。踊ってもいいよ、踊って、踊っちゃいますか。あ、踊
踊っていいよ。うん、コメント欄で踊ってもいいからね。うん、なんかなんならもうリアルの体の方で踊っていただいても。そうだね、全然問題ない。踊ってくださいな。一緒に楽しんでください。出発したので、じゃあ次の曲、はい、いきますか。いきましょうか。いくぞの声を聞かせて、さあ冒険してみない、楽しいこと始めよう、遊びたい絶対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  I wanna join the join the join the pop na baby join the join the join the happy na people 弱虫なんかじゃない、自信ありげなピースタイム、君の瞳にキスしてもらいたい、絶対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  I wanna join the join the join the yuki na baby join the join the join the happy na say it もっとドゥドゥ、僕の心もさ、いっそグーグー弾けてるんじゃない、 It's joyful party for people of the blueJoy, the joy, the joy, the popular baby. Joy, the joy, the joy, the happy na people.ドキドキしちゃうのなんでだろう。ズキズキしちゃうのなんでだろう。この指に止まるのはどんな運命なんだ。全部したい。Joyful だって終わっちゃう、 Everybody いつか終わっちゃう、いついつもこの時も最終形はきっと修正なしで、 Do we do we do we do 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 we do we do we do do people 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 いたい、たたい、たたい、たい、たい、 I wanna join the joy the joy the yuki na babyJoy, the joy, the joy, the joy, the happiness, say yeah. 君の心はそう、グッド、僕の心はそう、いっそグッグ、弾けてるんじゃない、It's joyful, puppy, the people of the blue. Joy. 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 Joy.Joy, joy, 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 せーの、joy。三曲目、はい、Joyful でした。でした。ありがとうございました。ありがとうございました。一緒に踊ってくれてありがとう。ありがとう。いや、プレッツェル。プレッツェル。わかりすぎている。うん。ちょっとさすがにドキドキプレッツェルはわかりすぎてますね。わかりすぎてたね。うん、天才だったね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまとめてのね、ご挨拶させていただきます。来てくださった皆さん、ありがとうございます。こんゆるか。ごめん、変則的な挨拶をしちゃった。いいよ。それから、ついてくよ。皆さんのくださった弾幕と、たくさんの綺麗なギフトと、それから、素晴らしいサポーターと、拍手を、ゆきと、ルカがいただきます。ありがとう。ありがとう。いっぱいだ。はあ、楽しい。これ楽しいね。みんな楽しんでるかい？私たちは楽しいよ。でもみんな楽しんでいますか？いますか？ジョイとジョイとジョイ楽しい。ありがとう。46階席。
に。名前が13文字以上ある人。名前が4文字の人。多いよ。名前が半角カタカナの人。漢字まみれの人。矛盾してる人。待って、誰矛盾してる人。三本立て。三本立て。三本立て。一人にしか言ってない。うまい。早い。三本立て。三本立て。一歩ないやんけ。矛盾してる人。一人しかいないよ。矛盾してる人。ああ、すごいこのなんか世界がいいね。画面の世界が。ね、綺麗。ちょっと見てよ。ほら、写真撮ってなかったね。わあ、撮っちゃおう。写真撮っちゃいましょう。イエイ。イエイ。組み立て式棒もね、いい線にする。組み立て式棒。そう。今ここにいる不思議な名前の人たちももちろんですが、あのね、美しいお名前で来てくださってる方々も皆さん、このライブ最後までぜひ楽しんでいてください。楽しんでてください。ちゃんと最後までいるんだよ。分かった？ちょ怖いなと思ってね、抜けちゃったらもったいない。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 ぜひ最後まで聞いてってください。楽しんでてね。お前も地味も無料にならないか。さてさて。ちょっとこの今このめちゃめちゃ元気なうちにもう一曲明るい歌歌っておきますか？歌っておきましょうか。なんか妖怪みたいなのも来てますけど。よし、いいじゃん。次のね曲はね、可愛く元気に歌いたいと思います。可愛く元気に行こうね。みんなも可愛く元気に。弾幕、可愛い弾幕よろしくお願いします。お願いします。注ぐ太陽浴びて楽しげにはしゃぐ人の顔を睨みながらに横切ってゆく徹夜明けの朝に腹が立って無礼な私の目を避けた人の先におはようって言って伸びをする寝癖立ってるあいつが立ってた。気がついたら目が合うような淡い恋だなんて興味もわかんないな。だけどなんでだろう顔も見れない。関係ないよだってあ腹が立つ。見つけたとたら太陽に睨みつけてだからとたかなった胸に透かし取ってこの感情抑えらんないな気持ちむくってなんだろう変な気持ちだ。今日も平凡であくびが出る二人きりの窓辺気にしちゃうんだよ暇な態度でラジオを流しても。腹が立って不全な私の目に焼けた人の顔をたふりしてたヘッドホンがずっとどこにも繋がってないこと。時が経てば忘れるようなそんなもんでしょってどこかで道場でだけどなんでかな口に出せない。腹立てたって言葉も出ない。慎重に立ったから態度で伝えようって言葉を封じ込んで今日も空の歌この感じ続くなら悪くもないってなんだか随分弱気ね。腹立てのお構いの手頬を詰めた鈍感なその態度気に食わないんだ。どうしよう今日がもう終わっちゃう。もう
4曲目は UK Yesterday でした。ありがとうございました。ちょっと文字どこか分かんなくなっちゃう。そういうこともある。そういうこともあるから練習で一度もやってなかったやつ、ね、うん、大丈夫。やっちまった。みんな弾幕たくさんありがとう。ありがとう。すごいたくさんだな。何、うん、楽しいね、このこのさ、たくさんの、うん、弾幕もそうなんだけど、本当に名前がさ、まずすごい楽しい、ね、名前楽しい、弾幕楽しい、歌楽しい、うん、楽しい三昧です。今日はもりもり、そしてホリーザイをちょっとね、はじめましての方もね、来てくださってありがとうございます。カンユルカ、今日はもうすぐね、そう、2周年を迎えるのです。私たちはあと30分後ぐらいに。あ、もうそんなに。そうだよ、もうそんなだよ。早いな。そわ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 しちゃうね。そわそわしちゃうし、ね、そわそわしちゃうよ、本当に。なんかうわ、鬼畜な。あと50曲で30分。え、あと50 50曲30分以内に歌うってこと。多分一文字で終わるね、その曲。あの、忙しい人のための大きな振る時計。大きなのっぽさん。また。大きなのっぽさん。はい、2曲目。このぐらいでいかないと50はちょっと厳しいかも。いや、本当にたくさん拍手、ありがとう。ね、ありがとう。いただいとくか、みんなの、いただこう、みんなからのたくさんの美しいギフト、弾幕、拍手、ゆきとレカがいただきます。ありがとう。あ、嬉しい。今日は双子ちゃんだね。赤さんも来てくれてありがとう。ありがとう。歌ってますよ。さあ、どうかしら、どうかしら、どうかしら。ちょっとだけ喋らない。ちょっとだけ、ちょっと喋ろっか。なんかあの、ハーフタイム、ハーフタイムね、ハーフタイム。はぁ、ちょっとね、元気にね、朝目覚めて、うん、出発して踊って夕日を見て、楽しい曲が。その後もうね、うん、そうなんだよ、実は夕方になっちゃったね。ね、夕方だね。ね、夕方水分もちょっとお水飲もう。そうだね、ちょっと私水がすごい遠いとこにあるから、ちょっと取ってくるね。待ってて。ルカちゃんが水を取ってくる間、私がここの主です。あー、ちょっと、まあ、夕方になったということはですよ、だんだんとね、日が落ちて空が暗くなってきますね。天川主です。こんばん、主ちゃん。こんばん、主ちゃん、可愛くなさすぎるね。こんなです。すっごいでっかそう、巨大魚って感じ。おはようから夕方、そして食べま。おはようから夕方、そして食べまへ。そして食べま。恐ろしい。恐ろしい夜がやってきました。好きだな。恐ろしい夜がやってきました。恐ろしい夜やってくるんだよな、いつも。人狼に飼われるのは誰でしょう。おかえり、ただいま。ありがとう。私じゃない、ルカちゃん。おかえり、ただいま。俺、今日人狼始まっちゃった。いや、どう喉の調子はどう。喉はね、うん、ちょっと言っとくかな、あれ。あ、ちょっと言っとく、ちょっと言っとこうかな。
小さじ1杯いくね、小さじ1杯ちょっといっちゃえ、ここいっちゃえ。ちょっとね、今日出しすぎてこぼしちゃったからね、出しすぎ注意で。喉ドーピング、いきます、いきますよ、喉ドーピング。今ルカちゃんは喉の治安を守っています。はあ、飲み込まず垂らし込むのです。あー、なるほどね。さて私は今何を飲んでいるでしょうか。問題、問題、ルカちゃんは何を飲んだでしょう。はい、のどヌールスプレー、マヌカハニー、緑茶、マヌカハニー、飴玉。いや飴玉飲み込む。垂らすって何？怖いよ。垂らし込むのですとか言って。チッ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 。あ、できなかった。チッチッチ。もう一回やっていい？どうぞ。違います。ノンノン。ノンノン。そんなね、まだ生優しいものじゃないですよ。はい。飲み物としてはね、なかなかね。強いの来ちゃう。この後どうやって歌えばいいの？マシュマロ詰まって死ぬて、死んじゃって。ロイヤルミルクティー。あー、ロイヤルミルクティーでね、こう喉に膜を張ってね。違うんだよな。チャイ違うんだよな。いやもう正解、水、ダージリン、コーンスープ。違うんだよな。コンポタ。違うんだよな。みんなさ、みんなちょっとね、美味しすぎ。みんなちょっと美味しすぎ。そう、美味しい。あれ美味しいものなんです。美味しいけど。なんだけど。飲み物としては、うん、うん。これ飲んでいいのかしら。どうしようかしら。うん、マヨネーズいいとこ行きました。違う。いいね、惜しい、惜しい、惜しい。惜しい。味噌汁違う。龍角散違う。これ私答え言いたくないからみんな言ってお願い。ケチャップ違う。醤油違う。バター違う。でもいい線、バターいい線言ってるかも。すごいすごいすごい、みんなすごいよ。もっともっと、ほら、オリーブオイル、マーガリン、出ました、出ました、ごま油です。ごま油。はい、私は今ごま油を飲みました。そう、行き着いたね、みんな心理に。ごま油飲んだの。なんかちょっとお歌のね、すごいお上手な方がそう言っていらしたので、真似っこして練習してたの、私たち、はい、練習の時にね、ちょっと真似っこしてみたんです、ごま油を飲むのを、ね、まあ、ちょっとよくわからないけど、うん、悪くないね。悪くない、うん、そう、ダメにはならない、うん、で、ごま油の後に豆乳を飲んだら、うん、豆乳のせいで膜がなんかできちゃってすごい歌いづらかったから豆乳はおすすめしない。それはダメらしいけど、ごま油は大丈夫。うん、ごま油がね、いいって聞きましたよ、うん、なんかやっぱ歌うにはね、喉の油が必要だからさ。そうね。そ、ちょっと、まあ、効果はね、はい、効果は出てるのかな。みんなちょっと、どうかな、どうかな、ちょっとこの後の、ね、ここでね、歌でわかるかもしれない。でもここで注入することによって次の曲がものすごくいい曲になる可能性もあるから、うん、ないかもしれない、うん、そう、スプーン1杯分ぐらい、だいたい小さじ1ぐらいにしています。でもこの間なんか、うん、もうちょっと入れようかな、うん、そう、これさ、私がね言ったやつなんだけど、そうそうそう、ルカちゃんがねすごいね、練習中にもうちょっといくか、ごま油みたいな感じで何回か赤ちゃん追加してて、ごま油なんかもっとさ、劇的な変化を感じてみたいなと思って足りんかった、うん、追いごましてましたね。うまい、早い、小さじ1杯3本立てです。そうね、なんかちょっと塩昆布とかとあえて、うん、もやしとかナムルとかで食べたかったな、うん、なんか初めてさ、ごま油だけで口に含んだけど、うん、物足りない、やっぱり美味しいの、ね、まずくないの、全然塩味と一緒にあれば多分すごい美味しくなる、うん、すっごい物足りなくてお腹空いてきた
ぜひ私たちの歌を聴きながら、はい、ごま油みんなも飲んでください。飲んでください。ということでということで、そろそろ次の歌に行きますか。行ってみましょうか。行きましょう。私この歌大好き。ね、ゆきちゃん大好きだね。じゃあお着替えして。本当に大好き。歌えて嬉しい。お着替えしましょうか。はい、行きますよ。うん、せーので、ほい。レイ。別れしたのはもっと前のことだったような、悲しい光は封じ込めて過去をすり減らしたんだ。きっといた時は見えた、今は見えなくなった。透明な彗星をぼんやりと、でもそれだけ探してる。しょっちゅう歌をだったよ、その時だけのメロディーを。寂しくなんかなかったよ、ちゃんと寂しくなれたから。 yeah, いつまでどこまでなんて、正常か異常かなんて考える暇もないほど、歩くのは大変だ。ああ楽しい方がずっといいよ、ごまかして笑ってくよ。大丈夫だ、あの痛みは忘れたって消えやしない。理想で作った道を現実が塗り替えてくよ。思い出はその奇跡の上で輝きになって残ってる。お別れしたのはな、何のためだったんだろうな。悲しい光が僕の影を前に長く伸ばしてる。時々熱が出るよ、時間がある時眠るよ。夢だとわかるその中で、君と会ってからまた行こう。 Yeah, 晴天とはほど遠い、終わらない暗闇にも、星を思い浮かべたなら、すぐ銀河の中だ。ああ、あんまり泣かなくなっても、靴を新しくしても、大丈夫だ、あの痛みは忘れたって消えやしない。伝えたかったことがきっとあったんだろうな。おそらくありきたりなんだろうけど、こんなにも別れしたことは出会ったこととつながってる。あの透明な彗星は透明だからなくならない。丸バツ三角どれかなんて、みんなと比べてどうかなんて、確かめる間もないほど、生きるのは最高だ。あんまり泣かなくなっても、ごまかして笑ってくよ。大丈夫だ、あの痛みは忘れたって消えやしない。大丈夫だ、この光の始まりには君がいる。
5曲目レイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーこれ本当に歌えるのが本当に嬉しいな。この歌歌いたかったの私ずっと。ねえゆきちゃんねずっとそう言ってくれて、そう一緒に、あ本当今さんも歌ってた、一緒に歌ってくれましたか。この曲すごいいいなと思ってましたよ。夜がやってきましたね。夜が恐ろしくないよ、素敵な夜がやってきましたよ素敵な夜がやってきました。たくさんの弾幕ありがとうございます。ありがとうございます。ギフトもありがとう。まとめてになりますが読ませていただきたいと思います。皆さんの弾幕素敵なギフト拍手ゆきとルカがいただきます。ありがとう、ありがとう。途中でね来てくださった方もいらっしゃいますでしょうか。来てくださった方は、ね、来てくれてありがとう。かんゆるか、かんゆるかありがとう綺麗だったな。すごいたくさんの拍手ありがとうね。みんな夜はこれからよ。ルカちゃん何どうしたの。拍手が20個もある。20個もあるのほら見ていいでしょ嬉しい、すごいみんなありがとうちょいっぱいだったからちょ数えちゃった思わず、みんな言ってくれてるの嬉しい。本当にありがとう。聞いてくれて、こうやってね聞いてくれてありがとうねえ。ああ幸せなんだから。もう41分なんだって、ね、あとね20分でね、うん、エクランジシアね誕生日なの。あ誕生日だ。2歳、誕生日なの。2歳になりますよ。そしてそれに向けて、うん、お歌もどんどん少なくなってきてますが、そうだね。実は今回のライブはね休憩を途中で設けないので、うん、もう実は後半戦が始まっております。始まってます。残り数曲なんです、うん、でもどうかどうか最後まできっと楽しい、うん、楽しい時間にするから、みんなよかったらここにいてね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行くか。そうね、歌いましょうか。歌いましょうか。では次の曲聴いてください。あなたの指がその胸がその瞳が眩しくて少しめまいがする夜もある。それは不意に落ちてきてあまりにも暖かくて飲み込んだ七色の星弾ける火花みたいにキュッと僕を困らせた。それでまだ歩いて行けることを教わったんだ。
られるのに、あまりに弱くも済んだ夜明けの間、ただ目を見ていた。曲名オリオンでした。ありがとうございました。とても綺麗にしてくださって本当にありがとうございます。ありがとうございました。続けてもう一曲、うん、歌っちゃおうか、うん、ありがとう拍手弾幕たくさんありがとう。本当に綺麗にしてくれてありがとう。ではお着替えをして次の歌も歌いたいと思います。せーので浅い夏の向こう
ただのシミに見えるほど嫌いなものが増えたので、地球の裏側へ飛びたいのだ、無人の駅に届くまで、昨日の僕に出会うまで、胸が痛いから下を向くたびに、君がまた遠くを行く、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう本当に綺麗にしてくれてありがとう。本当に綺麗。なんかさ、すっごい写真が撮りたかったんです。わかるよ。写真撮りたかったんだけど、音飛んじゃったりするの嫌だから押せなくて、すごいね、悔しい思いをしながら美しい世界を見てました。私もそうなんです、押せなくて、ちょっとみんなの写真撮ってくれてたら楽しみにしてるからね。そう、開演前ね、挨拶でも言いましたが、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてね。ツイートしてね。でお願いしてましたね。来てくださった皆さん、来てくれてありがとうございます。カンユルカン。この洋服、ひらひら、これで横並ぶの初めてだね。確かに、あら素敵。私たち膝の曲がり方同じくらいだね。合わせてるんじゃないかってくらいね。じゃあ皆様のたくさんの弾幕、それから素敵なギフト、拍手、ゆきとみかがいただきます。ありがとう、ありがとう。そしてね、次で最後の曲になるんです。そうなの、もう最後の一曲なの。実は次が、あ、そう、金魚 ね、金魚、あ、そう、金魚、高さをね、変えましたよ。変えましたよ、じゃんじゃんじゃん。え、あと40曲残ってるよ。10曲消費できた。そう、次でね、最後の一曲なのよ。で、私たちのこのライブのテーマだとか流れだとか、そういうものを全部ね、決めた、全部決めたというか、曲が次の最後の曲になっておりますので、はい、最後の曲ぜひね、一番素敵な、音で、大きな音で聴いてほしいな、大きな音で聴いてほしいな。
一番大切に、うん、あのして練習をしてた曲なので、皆さんもよかったらあのしっかり画面を見て、私たちを見て聴いてくれてたら嬉しいなと思います、うん、そして一緒にエクラン女子のお誕生日を迎えて、おめでとうってやったねってできたらいいね。ね、まだ3曲ぐらいではもう結構歌ってるのよ、これでも。そうよ、もう7曲歌ったのよ。ねえ、意外と早いものね。早いね。お着替えして歌っちゃうか。歌っちゃおうね。あと4分でお誕生日だね。お誕生日なので、では着替えようね。はい、はい、せーので、それでは最後の1曲聴いてください。聴いてください。朝日。肌寒い風が今は心地よかった。住宅街の明かりがまるで蛍のようだ。君の肩がぶつかって思わず君の方を見る。あ、やっぱり好きだな。夜の世界にたった一つ君と私のぬくもりが揺れた。幸せだこの世界が。永遠に続けばいいのに。人生なのでしょう。だから君が怖い。ステレオタイプなんだ。みんなと同じ服や音楽が好き。だから君が怖い。君への言葉を心で傷知らない。この先何が起こるのか。そのもどかしさが愛おしいから。朝日よ昇るな。私たちは何者だ。周りと違う気持ちがあって、認めるのは君とこの夜空だけ。朝日よ昇るな。感情が永遠であればいいの。
私たちは笑って生きていけるのだろうか。私たちは胸を張って生きていけるのだろうか。怖い、怖くてたまらない。この感情は祝福されるのだろうか。何もかもが間違いなのかもしれない。それを許してくれるのはたった一人、君だけなんだ。想像する偏見や差別がこれから当たり前になっていく。何が正解で何が間違いで、私たちは正解なのか。君のために耐えられるのか。君のために立ち向かえるか。自分のためじゃなく君のために君のことを愛していけるのか。私たちはこの愛を、この気持ちを抱えてどう生きていくのか。そればっかりが怖いんだ、怖いんだ。この気持ちは本物なのに、愛だけが確かにあるまま、ただ平等に、平等に、確実に、単純に、滑稽に。朝日は昇る。する術を私たちは知らない。私たちは負けてしまうかもしれない。私たちは弱くて儚い生き物だから。だけど今は今だけは、このぬくもりだけは、縁のような夜は今日も朝日に殺され、街灯を知り、私たちは今日も社会へ。だけどまた二人だけの夜へ。大丈夫、沈まぬ太陽などないのだから、今夜の終わりに夢を見せて、キスをしよう、不完全の未来へ。みんなへ、エクランズ社の2回目のお誕生日を一緒に迎えてくれてありがとう。今日はみんなに伝えたいことを2人でお手紙にしてきました。今深夜1時、伝えたいことがいっぱいあって、何から言おうか、どうやって言おうか、そんなことを2人で話しながら書いています。実は私たちライブまでの1週間以上、毎日こうして深夜までライブのこと、演出のこと、歌練習たくさんしてきました。ライブタイトルも思いが強すぎてなかなか決まらず、危うくタイトルがうまい棒納豆味になるところまで行っていました。本当に悩んで悩んで悩み抜きました。なぜそれができたかというと、楽しませたい、みんなに一番いい私たちを見せたい、かっこいいって言われたい、エクランズ社っていいなって思われたい、そんな気持ちがあったからです。
つまり私たちを見てくれている大好きなみんなにいい格好したいんです。これからも好きでいてほしいから。そして過去の自分たちを超えていく私たちの姿を見ていてほしいから。2年前の今日、エクランジュシアのユニット名が決まりました。輝きの意味を持つエクラ、天使の意味を持つアンジュ、幸せのシアでエクランジュシア。祝福されそうな名前だねって考えてくれた世界に一つだけの言葉。私たちはみんなに幸せだと感じる時間を届けられているでしょうか。輝いている姿を見てもらうことはできたでしょうか。ユキとルカはいつも信じられないほどたくさんの愛をみんなからもらっています。私たちが幸せにしてもらってます。弾幕をくれる人、弾幕って本当に嬉しいんです。聞いてるよって教えてくれて、見ているよって知らせてくれて、歌をきれいにしてくれて本当にありがとう。コメントをくれる人、相槌を打ってくれるだけで私たちがどれほど安心しているか、あなたたちは知ってますか。あなたたちは偉大です。歌への反応、ライブの感想、まっすぐな言葉たち、いつだって私たちに自信を持たせてくれます。ありがとう。ラジオ歌にお便りを送ってくれる人、あなたたちがいなければラジオ歌はラジオ歌ではいられなかったと思います。私たちのナイトスカイブレッシングを続ける理由になってくれてありがとう。あなたたちは紛れもなく脳ある鷹です。どうか爪を隠さないでください。画録をしてくれる人、見返したいと思ってくれることや、私たちも新鮮な気持ちで見返せることが嬉しい。私たちとみんなのその瞬間の温度が閉じ込められているような琥珀みたいな宝石です。エクランジュシアの足跡をこの世界に残してくれてありがとう。これから何度でもあの日のみんなに会いに行けることが幸せです。もっとすごくなるから見ててね。ギフトで彩ってくれる人、あなた方のおかげで私たちの iPhone の容量はカツカツです。どうしてくれましょうか。可愛く、綺麗に、華やかに、かっこよく、空気を一緒に作り出してくれてありがとう。振り返った時に目に入る素敵な写真の中の私たちはいつでもいい表情をしていて、ああ楽しかったなーって思い出させてくれるのです。私たちを温かく見守ってくれる人、間違えた素敵な歌を教えてくれる人、歌が好きなゆきるかにとって新しい曲を知れることが嬉しいし、期待に応えたいと思ってより燃え上がれます。そしてみんなが普段の曲を聴いている間にも私たちを思ってくれることの温かさに触れたよ。ありがとう。その想像を超える歌を届けたいから、強くなるから、また私たちに教えてくれたら嬉しいです。私たちを温かく見守ってくれる人、今日までのこの1年でゆきるかはだいぶ活動範囲が増えました。オフコラボをしたり、ノートを書いてみたり、歌のライブをしたり、毎月のラジオも突発のコラボも、そのどれにも私たちの活動を見守ってくれて応援してくれている人の姿がありました。もう本当にありがとう。辞める時も健やかなる時も一緒にいてくれるんじゃないかなって勝手に思っています。一緒にいてね。エクランジュシアに関わってくれた全ての人にありがとう。みんなと歩んだ2年間、そしてこれから歩いていく未来へ祝福を込めて、ずっとずっと続きますように。2024年6月12日天川祐希、月見るか。歌おうか。うん、歌っちゃう。
に来てくれてありがとう。ありがとう。最高の時間でした。楽しかった。ありがとう。みんな大好き。本当に本当に大好き。ありがとう。大好き。何アンコール？アンコールですか？もしかしてなんか聞こえてきた？これってアンコールですか？アンコールアンコール、うん、アンコールアンコールアンコール、あー聞こえてきた。アンコール聞こえてきた。鬼の声も聞こえる。鬼っぽい名前。あと40。日本の鬼。幕の内。みんなアンコール。ありがとう。ありがとう。ちゃん。ありがとうございます。あ、そっちにしよっか。うん。あれ違った。どれだっけそれ。あ、これか。ありがとう。そう、ちゃんと言ってないことがあった。ちゃんと言ってないことがあったよ。はい、私エクラン女子屋2周年のお誕生日おめでとう。ありがとう。みんなで、ね、歌の最中におめでとうって言ってくれてありがとう。、ね、ありがとう。そうだそうだ。本当に本当に嬉しかった。ありがとう。ハッピーバースデー。ありがとうございます。エクラン女子屋迎えました。お誕生日を2歳になったね。ね、うーん、2歳になった私たち、一緒に歩んだ道、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に今日もう普通にちょっと喋っちゃうんだけどさ、うん、あまりにもね素敵な空間をみんなが作り上げてくれて、なんかいっぱいやってきてよかったなってひたすら思って、ちょっと 今泣きそうです私は。お手紙とかさ絶対泣かないように読みたいと思ってめちゃくちゃ耐えてたの。うん、ね、そう、朝日もね。そう、朝日新たな挑戦だったかなって思います。エクラン女子屋にとって初めてああいうタイプの曲歌って、最初本当にうまく歌える気がしなくてさ。そうだね。うん、でも絶対にこの曲がいいって言って ね、いっぱい練習したね。そう、本当に本当に本当にたくさんたくさん練習しました。しかもすごいこれね、だるまさんがエクラン女子屋に初めてリクエストしてくれた曲じゃないかな。あら、そうだったの。うん、多分ね一番上に貼ってある
曲だよねと思うんだけど、あ、一番上じゃないか、すごいすごい前なんです、これおすすめしてもらったの、ずっと前からね、あってあったからね、うん、そうそう、でちょっと今回聞いてみて、あ、これは私たち2周年で歌おうってなりましたね。ずっとずっと、もう多分1月か2月くらいから私もこの曲を企んでたんだ。そうそうそう、ルカちゃんがずっとこれこれが歌いたい、これ聞いてみたんだけどめっちゃ歌いたいって言ってて、うん、そうなんです、とてもね、うん、あの今か初挑戦でしたが、初めて出会った時に、そうだね、そう、うん、2人でエクランジュシアにって送ってくれたの、確か初めての曲だった気がするから、本当に素敵な曲をありがとう。それからお手紙でも伝えましたが、ね、コメントをくださる皆さん、それから弾幕をしてくれる皆さん、お便り送ってくれる人、ガラクしてくれる人、ギフトを送ってくれる人、見守ってくれてる人、もう全部の人たちのおかげで私たちは今2歳になれました。ありがとうございます。それからね、もうめちゃめちゃ当然だけど、ルカちゃんと一緒だから2年目を迎えることができました。こちらこそ、私もユキちゃんとだから2年迎えれました。ありがとうユキちゃん、ありがとう、本当に特大のありがとう。そう、そんなわけで、あんまりね喋ると泣いちゃって歌えなくなっちゃうんだ私多分そうね、うん、さあ、アンコールのね1曲を歌ったら、はい、もうこの2周年の記念配信はおしまいになってしまうので、皆様悔いの残らないように弾幕たくさんたくさんお願いしてもいいですか。いっぱいいっぱいいっぱい、もうみんなの思いの思いの丈、私たちの思いの丈を叫ぶから、みんなの思いの丈を貼り付けてくれ、うん、そう頼んだよ、もうそっちのことはみんなに任せた、任せたよろしくねさあ、私たちは二人だけの夜に帰っていくわけです。はい、もう一回夜になりましょう、夜の歌を歌いましょう、歌いましょう、夜の歌じゃないんだけど、夜に朝日は昇っても夜に帰って、うん、雪とルカの時間をナイトスカイブレッシングを楽しみますよ、うん、よし行くよ、行こう。だって僕はだから壊せない壁があったんだ、ずっとさ、ふっと香り立つサロン匂いが、どうしようもなく憎らしくて、部屋の隅で膝を抱えて震えていた。太陽なんていらないから、開けないでいて、その手を誰かに届くように僕だって君と同じ特別なんかじゃないから、そうさ僕は夜を歌うよ、せらせら愛だけの輝きで、もう夜音楽はずっとずっと止まない、それはずっと何かだったのは待ってるシンデレラじゃないさ、迎えに行く王子様だ、
話なんだ。理想だけ書き連ねていたノートの隅に日本の万人だ。きっとあの星も泣いてるんだ。明日なんてこないまま出て、その手を伸ばして、きっときっとやらない。そんな僕がずっと泣いたかったのは、愛がないのいいんじゃないか。救いに行くいいのだ。夢見がちなおとぎ話、今宵音楽はきっときっと止まない。空をかずっと泣いたかったのは、待ってるシンデレラじゃないか。迎えに行くおじさまだ。だって僕は欲しいだから。ありがとう、たくさんたくさんたくさん、本当にたくさんたくさんありがとうございました。ありがとうございました。何から伝えたらいいのやら。胸がいっぱい。本当にね、どうしよう。もうとにかくちょっとみんなに、みんなのね、くださった素敵なものたちにすべてお礼を言いたいと思います。たくさんの、本当にたくさんの弾幕、それから綺麗なギフト、いっぱいの拍手、ゆきとルカがいただきます。ありがとう、ありがとう。あ、ありがとう、ありがとう。そして、うん、この先もありがとう、よろしくお願いします。そう、これからね、先も天川祐希と月見るかのエクランジュシア、よろしくお願いいたします。お願いします。いっぱい歌ったね。もうなんか今日で全部報われたって感じがした。うん、なんかもう今声枯れても、ちょっと枯れてるし。よろしく、これからもよろしく。楽しみだな、3年目、何ができるかな。ねえ、本当に何ができるかな。私たち3年目、ね、3年、ね、3歳に向けて今から出発進行ですよ。みんなついてきてね。おー、うん、ついてきて。大丈夫、そんなにね、早歩きじゃないから私たち、うん、ゆったりゆったり、うん、たまにちょっと焦ったり
あれもやるこれもやるの時もあるかもしれないし。そうね、今日もそんなことがね、いろいろありましたけど、みんなと一緒に楽しい時間になるように。このライブタイトルにもある Time with you、 あなたとの時間、ゆきちゃんとの時間、みんなとの時間、すべてのこの宝物の時間を表しているので、これからも本当にそんな素敵な時間になることを願ってます。なるなる、絶対なる。よし、私とルペちゃんならなるし、エクラジシアとみんなならみんなならなる。な行が、な行なるが、おい絶対になる、なる、自信ある。なんか歌の不安とかはね、今日もあったんですけど、大丈夫かなってなってたけど、そのなんていうの、このエクランジュシアの2周年の会場がハッピーになることは、ハッピーになかったもん。ハッピーになることはあれだよね、心配にならなかったよって言ってたんだよね、今プツったけど。あ、心配にならなかった、うん、うん、あ、そういえば歌の最中とかは大丈夫だったかな、今日は調子良かったという。そうだね、大体は大丈夫だった。でもちょっと惜しい時はあったけど、あ、でもそっか、それも愛せるよ、ゆきちゃんとライブだからね、うん、私だからこう一緒の時間だから。そうね、そういうこともある、うん、醍醐味だね、醍醐味醍醐味。あー、ちょっと名残惜しいけど、うん、そろそろそうだ、ね、おしまいにしよっか。そうだね、うん、おしまいにしよっか。おしまいにしたいと思います。皆様、本日、うん、本当に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 心からありがとうございました。ありがとうございました。最後はね、いつものエクランジュシアのご挨拶で終わりにしたいと思いますので、はい、皆様、おつゆるかの準備をよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、いいですか、いいかしら、準備はいいかしら。最後のご挨拶いたしましょう。はい、じゃあ今日は私たちで行こうかな。うん、行きます。はい、来てくれて本当にありがとうございました。私たちエクランジュシアでした。おつゆるかただいまをもちまして、エクランジュシアセカンドアニバーサリーライブ Time with you を終演いたします。お帰りの際は思い出のお忘れ物、幸せの落とし物のないよう、今一度お手回り品をご確認ください。本日はご来場誠にありがとうございました。